はい、フォーアラート726続きやっていきたいと思います。本日は11月4日ですね。よろしくお願いします。アトミックショップ、確認していきましょう。ランチボックス。はい、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、自宅からやっていきたいと思いますけれど、発砲音が聞こえてきたんだが。はい、確認していきましょう。コブラを食べよう。パイのコブラではない。1。デイリーチャレンジ。イベントを完了する。ハロウィン。不気味なキャンディーボールを作り、キャンプからキャンディーを与える。1。トリックオトリートを5する。あと、モール前での頭部に重傷を負わせる。2。ロボットを破壊する。他のプレイヤーからアイテムを買うか、他のプレイヤーにアイテムを売る。1。他のプレイヤーとチームに参加する。肉がメインの料理を食べるということですね。はい、そんな感じで。あと、ウィークリーの方が、もうこれ、そうだな。あと1回と、これがね、50体倒して、もう2周目になりますね。はい、そんな感じです。もうほとんど終わっております。そんな感じで始めていきましょう。よろしくお願いします。はい、そんな感じ。自宅の真上なんだけど、ここがね、ラットスタックと、クランベリーがあるところなんよな。これ取って、下で作って完成。お、誰かに。あ、残ってるか。結構刈られてること多いんだよな。クランベリーね。あるね。で、これで下でね、すぐ調理しましょう。はい。そんなんで、コブラ作っていきましょう。クランベリーコブラ。まあ、せっかくだから、いっぱい作っちゃおう。はい。コブラを食べよう。パイのコブラではない。1。達成です。はい、他のプレイヤーとチームに参加する。1。達成です。はい、不気味なキャンディーボールを誰かもらってくれたみたいですね。ありがとうございます。はい、ロブコ研究センターにてロボットを破壊する。10。達成です。はい、モールマイナーの頭部に重傷を負わせる。2。達成です。はい、肉がメインの料理を作る。5。達成です。はい、他のプレイヤーのキャンディーボールからトリックをトリートする。5。達成になります。はい、イベントを完了する。リアルブラストで達成です。はい、パブリックシムでレイリオプスを完了する。達成です。はい、怪しげなスコーチを倒す。5。達成です。はい、そんな感じで本日のデイリーは全て達成ですね。ウィークリーの方が、あと1回パブリックイベントをすると、達成と、まあ、これはね、もう永遠に繰り返しなんで、まあ、そんな感じで今回パートはこんなとこで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。